はい、どうも、不明だよです。今回ですけれども、ジェダイルークがね、復活しまして、まあ、皆さんね、絶賛喜んでいると思いますけれども、自分もね、サバカでね、ちょっとね、まあ、ガチャをしてですね、とりあえずスキルレベル3まで持っていくことができたので、ちょっとね、どれぐらいいくのかっていうのをね、まあ、ちょっと検証してみました。で、ちょっとね、スキルレベル3でもね、結構強いです。でもね、自分ね、スキルマーの感覚がめちゃめちゃ強いので、そのスキルループが全然しないっていうところですね。はい。あと、消去数が、やっぱりちょっと少ないっていうのがあるのと、あとはスキル発動数もね、スキルマーと比べると多いので、まあ、その辺がね、やっぱり扱いづらいなっていうところがあります。はい。まあ、それでもね、一応スキルレベル3で自分がね1回3プレイ連続でやったらですね、大体5400枚ぐらい、平均で出ました。でいい時にね7000枚ぐらい出たりしましたけれども、そう、まあ大概5000枚以上は出るかなと思います。はい、安定して5000枚かなっていうレベルかな。はい、なんか前半調子良かったりしてもね、なんかね、スキルループがなかなかうまくいかなかったりとか、その、なんていうんですかね、スキルマだとこれでスキルゲージが溜まってるはずなのに、スキルレベル3だとね、これだと溜まらないっていうことが多々多くて、その感覚がね、わからないんですよね、自分。そこがね、難しいですね。そう、なのでね、フィーバーが終わった後、はい、とかにですね、よく時間がめちゃめちゃ経ってしまって、全然スキルに移れないっていうことが、多々あってしまうので、まあ、そこら辺が改善されればね、多分ね、平均6000枚ぐらいいけるんじゃないかなと思うんですけれども、そうなんですよ。なかなか、スキルレベル3だと難しいですね。皆さんのね、コメント、そう、なかなかね、多くてですね、コメントが。すべて見切れていないんですけれども、意外とね、難しいっていう声があって、確かにね、最初はね、慣れるまでね、まあ、多少ね、難しいかなと思います。はい。まあ、自分もね、結構練習してですね、はい。やったんですけど、もうこれ慣れてしまえば、本当に作業芸で、もう本当に傾けてなぞるだけになってしまうので、もうとりあえずね、最初はね、5回切りでもいいので、まあ、それでね、ちょっとね、練習してみるのがいいんじゃないかなと思います。で、スキルレベル5とか6でね、やってれば、そんな上手くなくても、6回切りとか5回切り、まあ、5回切りでもね、多分全然コイン稼げるので、そうなんですよ。まあ、それで、まあ、スキルマーとかスキルレベル5の方はね、練習がしやすいかなと思います。コインも稼げるので、はい。まあ、そんな感じですね。で、自分使い方のね、講座も出して、おります。で、それは手元ありでね、撮っておりますけれども、まあ、割とね、好評でですね、そう、たくさんの高評価もいただいたり、コメントで、他の動画投稿者と比較しても一番わかりやすいみたいなことをね、言っていただいて、いや、本当にね、嬉しい限りでございます。皆さんもね、ぜひとも、参考にしてみてください。まあでも、自分自体が、そこまでジェダイが上手くないので、そう、まあとりあえずね、スキルマーで、まあ簡単に、1万枚できるよっていうような、まあ使い方になるんですけれども、はい、ぜひ見てみてください。ということでね、ワンプレイ目は5883枚ということで、うん、まあまあまあ、という感じですね。で、2プレイ目ですね、次が。はい。で、皆さんね、ガチャたくさんしたと思うんですけれども、ガチャのね、コメ欄とか見るとですね、500万使ってもやっぱ出ないというコメントとか、450万使っても出ないっていうコメントもあったりとか、もう本当にね、やっぱりね、闇が深いなと思いました。まあ、自分はね、ジェダイルーク、ゲットするのに、どんだけ貯めればいいんですかみたいな、まあ、動画をね、出させていただいたんですけれども、
あ、自分はね、その時に、最低500万は欲しいですねっていうお話をしたんですけれども、まあそれでもね、500万、はい、でもね、出る可能性としてはね、なかなか難しいんじゃないかっていうお話をさせていただいたんですけれども、まあ、やっぱりね、500万使っても出ない人はやっぱ出ないんですよね。まあ、申し訳ないよね。申し訳ないというか、もう辛いですよね。500万貯めてさ、一体も出ないっていうのは辛いですけどね。まあ、ただね、他のツムも結構いい、ツムがいてですね、そこまで、外れっていう、ね、ジェダイ以外外れかなって思ったけども、ジョーバソフィアもいるし、ボーピープもいるし、バネロペもいるし、暴れん坊スティッチとかもいるしね。なかなかね、強いんですよ。なので、まあ、そっち側が育てればね、まあ、それはそれでコイン稼ぎも、ね、とても楽になるっていうこともあるので。まあ、でもね、せっかくジェダイ来たんでね、まあ、課金してでもね、とりあえず1体はゲットしたいところですね。うん。難しい。3.85% はね、辛いっすね、さすがに。課金した人もね、なんか50万ぐらい課金してスキルマ作ったっていう人もいたんで、うん、本当に、まあ、それぐらいの意気込みじゃないとね、本当にね、セレボはね、闇を感じると思います。で、自分も、割とね、自分はね、いい感じに出てくれて、思ったよりも270万ぐらいで3体ぐらい出たのかな。で、まだね、300万ぐらい残ってるんで、まあ、もう4体手に入れれば、まあ、スキルレベル4作れるので、ちょっとね、自分は、ちょっともう一回ガチャぶち込もうかなと思ってます。はい。皆さんは、どうするでしょうか。どうしますか皆さんは。自分どうしようかな。本当に多分ね、突っ込むと思うんですけど、スキチケ8枚あるんで、やっぱりガチャ動画で出した確率でいけば、まあ、ワンチャンスキルレベル5まで持っていけるので、やっぱここはね、頑張ってね、引きたいなと思います。ちなみに、まあ、レベル3、スキルレベル3なんですけど、ジェダイ力。やっぱね、それでもね、サブツムの育成はね、めちゃめちゃ強い。うん。本当に強い。3000弱ぐらい、消去してくれる時もあるんで、全部のツムを。バリバリ上がるもんね。はい、という感じで、まあね、2プレイ目はね、5000枚だったんですけれども、次がね、ラストプレイです。はい。あ、57秒、57秒活動も多分そんな悪くないですよね。しかもタイムボム取ってるし、あそこね、大ツム含めてタイムボム狙いに行きたかったけどね、なぜかね、やらなかったんですよね。途中で見たんですけど、もうね、手がね、そっちに動かんかった。ここもね、最初本当にね、調子よかったんですけどね、後半失速したんですよね。やっぱね、ジェダイルークはね、マイツムの影響が多い、大きいんで、そう。さあ。いいね。ワンスキル300枚ぐらい稼いでるのかな。1746なんで、200枚ぐらいしか稼いでなかった。1973、うん、あ、やっぱ300枚ぐらいですね。多分さっき、多分スキル3つ作ってましたね、おそらく。
さあ残り33秒ですけれども、普通にねこれもね6000枚以上いくかなと思ったんですけどね、失速するんですよこれが。さあ残りがわずかになってきました。皆さんはさ、スキルレベルどんぐらい上がりました？それは。どうですか？スキルレベル3で使いこなせてますかね？スキルレベル3。多分4だとね、かなり使いやすくなるんじゃないかなと思います。体感的にこれだとね、もう1個1ランク上がれば、そう、スキルループがしやすくなるんじゃないかなと思ってて、まあそこですよね。消去数がやっぱり上がるのと、ね、そこら辺がでかいんじゃないかなと思います。さあ、いやー、ここも下手くそなんですよね。本当はフィーバー終わりにねやりたかったんですけど、まあ、繰り越しもね、まあ、狙いつつフィーバー終わりにやりたかったんですけど、ちょっとタイミングが合わなかったんですよね。初スキルループしましたね。いやー、初消去。さあ、これね、最後ねスキル発動できなかったんですよね。はい、という感じで、3プレイ目がね5576コインと、いうことになっております。はい、という感じで、まあ、3プレイで、まあ、平均5400枚ぐらいと、いうことになってます。実力値的にはね多分もうちょっとあると思うので、まあ、皆さんもね練習してみて、はい、頑張ってやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。